上田誠一上田誠一11月10日から1969年1月7日は、日本の内務、警察官僚、弁護士、感染県知事、石川県出身、小学校長、上田成文の長男として生まれる、石川県立金沢第二中学校を卒業、金沢医学専門学校中退を経て、第四高等学校を卒業、 1921年10月、高等試験行政科試験に合格。1922年3月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。同年4月、内務省に入省し、宮城県属となり内務部地方課に配属された。1923年2月、宮城県警視、警察部刑務課長に就任。以後、同保安課長兼工場課長。 兵庫県警察部保安課長、道特別高等警察課長、京都府警察部特別高等警察課長、警視庁警視、特別高等警察課長、県外事課長、警視庁衛生部長を歴任。1935年1月、領事県内無所機関に発令され上海在勤となる。1936年4月、帰国して、警視庁特別高等警察部長に就任。 その後、千葉県総務部長を経て、大阪府経済部長となる。1940年1月、青森県知事に就任。1942年1月、内務省防空局長に転じ、さらに防空総本部総務局長を務める。1944年7月、山口県知事に発令され、海岸線の防空陣設置、食料増産、下関市の疎開、 軍需生産の増強などに尽力した。1945年10月27日、山口県知事を遺顔面本館となり退官1946年1月から1951年8月まで公職追放となる。1946年2月に登録を行い弁護士として活動した。ありがとうございます。